久保さんベビースターのベビースターラーメンのおいしい食べ方にしましょうかこちら、はい、ベビースターラーメンのおいしい食べ方、はい、<laughs> パクリですねまあこれね情報発信するときにあのー、いろいろな やり方がありましてなんですかね昨日僕はあのシンクのねあのシンクに錆があってまあそれを錆取るみたいなんでちょっと動画撮ったんですけども要はそのシンクに錆がつきましたとでそれを取りたいってなった場合その取り方がわかんないんですよで調べるんですよで結果昨日はですねちょっと買ってきた洗剤を間違えて まあ、けさも調べたら、やっぱり重曹が良さそうな感じなんで、今日重曹買ってこようと思うんですけど、<laughs> なんかその、まあ、これ、ベビースターの食べ方なんですけども、なんか、やり方が分かんないと、そのやり方を調べるんですよね、すべて、うん。例えば、税金の納め方が分かんないんだったらえ、税金の納め方とか、あとは久保さんもよくやってましたけど、え給付金の受け取り方ですよね。 受け取り方わかんない場合はこうやったら受け取れるよとか, <laughs> だからその。なんだろうな、すべてにおいて、その、なんだ、探されてる、情報が探されてるってことなんですよ。じゃあ、地方に、地方に、えー、住んだ時のなんちゃらとかね。あ,あと、まあ、こういう名詞で言うならば沖縄とかね。沖縄で住んでみたいっていう人いるんですけど、沖縄に住んだらどんな、 こと起きんのみたいな。沖縄移住したらどうなんのみたいな。まあね、久保さんのとこにもい一度多分、あやさん行ったことあると思うんですけど、あやさんも沖縄に行ってもう4年か 3, 3年後あったとかな。なんか沖縄移住、なんとかの10個の移住して分かったことみたいなね。それが何千回ぐらい回ってましたけど。ちょっと待って、なな結構回ってたと思うんですよ、ね。沖縄移住。 8000回回しますね。<laughs> これ3年前にあやさんがアップしてるんですけど、沖縄移住1ヶ月、初めて知った10のこと。これ8700回回しますね。<laughs> そう。はい。まあ沖縄にね、移住したいっていう方いらっしゃるんですけど、じゃあ沖縄に移住したらどうなんねんみたいな話ですよね。だからまあいろんなね、まあ、切り口訴求があるんですよ。だそれは知らないと、なんだ。 あのまあそ,それを発信してだから昔だと伊藤家の食卓とかもそうですよねまあすごく有名で視聴率まあまあとってたと思うんですけどなんか裏技みたいなねまあその情報詳細の原型って伊藤家の裏技みたいなまあヤフあのー、なんだヤフオクでなんかその裏技みたいなパッケージでねあのまあ有名なサイトだと激ウラ情報とかね激ウラ情報まだあんのかな激ウラ情報 あ、激ウラ情報、まだサイトありますね。これ20年ぐらいやってます。サブスクで1万円ぐらいかな。激ウラ情報、はい。まだ、まだありますね。こう、しかも、情報更新され、あ、25年ですね。激ウラ情報がリニューアル <laughs>。25年ですね <laughs>。25年やってますよ、激ウラ情報。<laughs> すげえな、ここ。ここすごいっすね。25年ですからね。 うん、そう、素晴らしい。<laughs> はい、だまあ、情報ってやっぱね、あの、なくならないですよね。だから情報が一番コスパ、まあコストパフォーマンスの話にこう持っていくと、情報が一番コストパフォーマンスが高いと思うんですよね。うん。なんか、うん、無限にやっぱ、無在庫だし、 無限に情報、い,いろんな側求があるし、探されてるし。<laughs> うん、だからまあ、あのー、僕はその田舎で移住、田舎に移住して情報発信した方が、本当にいいと思いますね。うん。そう 情報発信、まあひ、特に僕みたいに個人で一人でやっていく、一人1人社長とかでやっていくんだったら、本当に情報発信が一番いいと思います。ぶっちりゃけ本当に無限に取れる、無限に作れるんですよ。で特に YouTube が出たことによって、昔はその、まあ、例えばね、Google でウェブ検索すると、そのシンクのサビ取りとか、もうライバルめちゃめちゃ多いんですよ。 ね、もちろん、ロングで回るキーワードだし、ね、シンクにサビがつくとか、できるとかね。まあ、多分10年後も20年後も30年後も、まあ、そのシンクの形が変わらないんだったら、ステンレスのシンクが固まらないんだったら、錆ビつくだろうし、ね。でそうしたら、もうずっとサビどうやって取んねんっていう、サビの取り方は、サビの取り方初心者の人は、なんか調べるんですよね。どうやって取んのこれ、みたいな。汚れ通るのとか。あと、まあ、年末だったら、お掃除の仕方ですよね。 だから、なんだ、こうやるとあ、あとお掃除グッズとかね、年末、なんちゃらのお掃除グッズ、大,大掃除のとかね、う当ん、本当無限だなと思いますね。だからまあ、おすすめは、田舎で情報発信するっていうのが、本当にいいと思います。で、いくら情報発信、で、YouTube に関しては、あのブル、サイトに比べると、結構、あの、穴場というか、あ 勝ちやすいといとうか、うん、やっぱね、そのもうキュレーションサイトみたいなのできちゃって、その業者さんとかも入っちゃって、もうライターさんにお願いして、もうがっつり作ってるサイトとかあるんですよ、その。だからまあ、勝ちづらいじゃない、そこには。でも YouTube の場合はやっぱ動画は仕切りがやっぱ高いっていうところがあって、みんなあんまやんないんですよね、そのサイトに比べると。うん。だからね、YouTube ほんといいと思います。いってらっしゃい。